島神宮駅到着いたしました。ここから駅から散歩してみたいと思います。もちろん行くのは鹿島神宮です。鹿島線開業50周年です。鹿島大好き鉄道会さん、鹿島神宮駅来ました。今日はここから散歩したいと思います。人生の希望を込めて鹿島立ちです。ここが神宮坂と呼ばれております。鹿島神宮へ向かっております。ちょっと草が生えております。きっとこの先を行けばきっとあの森が鹿島神宮ではないでしょうか。ライオンか、ないチーターでしょうか。見えます。龍神像。防ぐ神様です。行きます。龍神座様お願いいたします。鹿島神宮の参道でございます。K の達人が去ってますよ。鹿島神宮です。すごいです。鹿島神宮の名前になります。すごいです。すごい道です。そしてすごい鳥居です。鹿島神宮入りたいと思います。正規に入ります。ここから玄関の鳥居です。でかいです。そしてこれは何でしょうか。これが大助人形です。大助人形なぜありますね。鹿島の神と一体しました。番号制です。病院みたいな感じになっております。後で応援に行きます。さあ行ってみたいと思います。そして向こう
神の森に入りたいと思います。すごいパワースポットの木です。まさに神の道です。ここはここで神様と一体になります。何でしょうかこの清々しい感じは。すごいです。パワーを体中で感じております。ここで完璧にパワーのある人間に生まれ変われるのです。しながらこうゆっくり歩くのです。そうすると神に近づけるということです。ここでは深呼吸をしてパワーを充電してください。ここ奥の宮は令和の大改修中ですね。お参りしましょう。集中の奥の宮、要石一見小さく見えるけど地中に深く埋まって地震を起こすうなぎの頭を押さえていると古くは伝えている要石です。森の中を歩いて要石に向かっております。結構鹿島神宮参拝するとこが多いです。ちょっと見えてますけど、あの石の下に地震を抑え込んでるんですか。そういうことですか。そういうことなんでしょうか。伝説ですね。ここはあれが要石でした。清水ですね。清水ですね。コイがいますね。清水がね。清水ですね。キーバまたすげえじゃないですか。これキーバ。木の幹の下を掘って、これはすごいですよ。さあ、登りましょう。御朱印を隣に戻りましょう。御朱印はこんな感じですね。病院の受付みたいになってますね。こちらが御朱印になります。鹿島神宮です。鹿島神宮の御朱印になります。これさっき言った池ですね。鹿島神宮お参りしました。神宮駅から散歩をしました。鹿島神宮のパワーを全身に受け取りました。この辺でさよならしたいと思います。さよなら。